はい、こんにちは、佐藤です。備前焼きをやっております、佐藤和久と申します。はい、今日はですね、今年第8回目の窯出しをしました。皆さんもね、うんざりしてると思いますけど、私ももううんざりです。もう8回も炊いております。多分ね、来月9回目炊くようになると思います。それではですね、まずですね、こちらをご覧になってください。こちら、藤原はじめちゃんが備前焼小町に認定されまして、備前焼のね、関係者に、配られております、ポップです。これをね、置きながら、解説していきたいと思います。で、今回も、また桃山の備前を目指して焼きました。で、今回やって、まずはじめに、こちらがですね、何だと思います？うちのね、陶芸教室にね、今度通い出したもう天才くんが作った、湯飲み第1号になります。彼はね、また機会があったらね、 YouTube で紹介したいと思いますけど、まあ岡大の1年生でね、まあ、天才です。天才と、私佐藤出会ったなと思いましたんで、第1号をね、焼かせていただきました。もう4つの色が出てね、非常に面白い焼けになっております。この彼についてはね、また機会があったら YouTube で紹介していきたいと思います。まだ19歳の、初々しいね、彼です。はい、それではですね、今回は、こちらですね、こちらよくね、見られると思いますけど、このヒーローをね、ちょっと初めて、試しに焼いてみました。そしたらよく出ました。で、これがまず一つと、まあ、この湯飲みですね。この湯飲みも面白いんですよ。なんかいろんな色が出てね。これはね、ちょっと画像で、紹介しますんで、画像をね、どうぞ、見てください。なんだ、銀、シルバーも出てますし、ビードロも出てるっていうね、非常に珍しい焼きになっております。それで、あとは、まあ、この辺はね、まあ、桃屋の火出す木を目指して、おります。で、まあ、画像で、まあ、この辺はちょっと画像で、ご覧になってください。で、僕的にはね、まあ、いい色が出てるんじゃないかなと思いますし、まあ、8回も炊いてるんでね、もう多分ね、このベースはこれだろうっていうのがね、やって限度の配合がつか、めてきました。やっとね、ラーメン作りも、終盤に入りました。ラーメンのね、レシピも大体分かってきました。そのね、レシピが分かる、画像も出してきます。多分、これでいいと思います。これのドアップのね、画像を出してきますんで、皆さん判断されてください。ラーメンこれでいきます。あと、この辺のね、赤も好きなんですね。で、この辺のね、火出す木も、いいです。僕はね、好きです。それとあとはですね、今回高品の新作ですね、こちらカエルの高品になります。つまみがね、カエルになっております。で、高品ですけども、片口にでね、日本酒入れて、冷酒入れて使いますんで、もう片口としても売ろうと思います。まあ、この辺の画像も見てください。で、今回また龍もね、龍つまみも作りましたんで、こちらのね、龍の画像もね、また見てやってください。はい、それではね、もう第8回、穴釜、釜出し報告になりました。いろんなことがあってね、我が家に不審者が現れてね、警察に行ったりですね、もう本当暇なのに忙しいというね、わけわからない、状態ですけど、面白かったらね、チャンネル登録してください。
そろそろね、また400人になりそうなので、ぐいのみプレゼントをね、用意したいと思います。いつもね、見ていただいてありがとうございます。じゃあ、これで終わります。失礼します。